計事務所の白岩です。静岡市内で会計事務所の代表を務めております。今回はですね、サラリーマンの税金ということで年末調整や確定申告についてお話ししたいんですが、特に確定申告ですね、サラリーマンの方は一般的に税金の計算は年末調整で終わりますので、それ以上の確定申告という手続きは必要ないんですが、例外的に確定申告が必要な方がいらっしゃいます。で、例えばですね、給与の額が2000万以上もらっている方、いっぱい稼いでいる方とか、会社と役員で2000万以上給料もらっている方というのは確定申告が必要になります。で、2つ目は2つ以上の会社からお給料をもらっている方もですね、こちらは年末調整で、確定できないので確定申告が必要になります。2つ A 社と B 社、まあ、2つの、会社から雇われているということはあまりないかもしれないですが、役員の方 A 社と B 社両方とも勤めているよみたいな方はですね、確定申告が必要になります。ただ年の途中で転職して、S 社と T 社に勤めましたみたいなことは T 社の方で年末調整していただきますので、普通の従業員の方は T 社の年末調整で完了することができます。3番目ですけども、副業をされている方ですね、例えば不動産賃貸を副業とされていて、その家賃収入があるよとか、もしくは何か原稿を書いたり講演をして、その所得が20万円以上あるという方も確定申告が必要になります。特に不動産もお持ちの方は、まあ、されていると思うんでいいと思うんですが、まあ、原稿料とかで、講師料の中で20万円以上ある方は年末調整が必要になりますので、ね、お気をつけいただければと思います。